こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちら、ローグライトな横スクロールアクションスコージブリンガーをプレイしていきたいと思います。ということで、今作実はね、プレイさせていただいているのがベータ版ということで、発売ちょっと前のねバージョンを今回プレイしていきたいかと思うんで、よろしくお願いします。で、今作なんだけど、ベータ版ということで、本編であるはずの機能などがちゃんとね、入っていない可能性があるんです。そこら辺は視聴してね、購入を参考にされる方は注意してください。さて、セッティングなどを見てみようか。こちら言語は現在私がプレイしている時点ですと、こんな感じでこう日本語が追加されてるや実は昨日ね、チェックした時点では日本語なかったんですよいらっしゃい、ゆっくりしててください。私びっくり。昨日いただいて今作ね、プレイできるようになったんだけど、今日本語追加されたみたいね。素晴らしい。ということで、じゃあ日本語でプレイしてみようか。私もびっくり、あなたもびっくり。データ分析なんだこれゲーム内タイム説明もう一度確認する。さて、ビデオ、説明をもう一度確認。1回のみ、非表示、常時1回のみで言ってみようか。ビデオ、こんな感じで調整はこうなっています。垂直動機はオンにしてあるよ。コントローラー、アクセシビリティ、ホールド自動スラッシュ、ゲームスピード、HP が低くなると背景が点滅する、テキストレンダリング、ハイデフ。これね、ハイデフじゃないのにもできるはずなんだけど、あ、そっか、多分日本語だとハイデフしかないのか、英語だとね、調整できたんだけど、そういうことかな。ちょっと試しに英語にしてみようか。イングリッシュ。アクセシビリティ、これか。これじゃない、テキストレンダリング、これだ。そうだね、ハイデフとハイデフじゃないのがあるんだけど、日本語にすると自動でハイデフになってしまうみたいだね。多分ハイデフじゃないと読みにくくなってしまうからだと思うんだけど、そうだね、オフにできないや。こんな感じになっています。皆さんいらっしゃい、こんばんは。ゆっくりしてってください。さてと、ではやっていきましょうか。早速ね、ちょっと調整させていただきます。一瞬音がなくなります。今作ね、ライブ配信でプレイさせていただいてるんだけど、ぜひ皆さんね、アーカイブで見てくれてる方、遊びに来てください、ライブに。ということで、ニューゲームやっていきましょうか。Go! よし、これでストーリーが翻訳しなくてもなんとなくわかるぞ。最悪者、末日の告げ人、そいつはどこから来たのか、そして何のために災難をこの土地にもたらしたのか、誰も知りません。ああ、ちょっとあれな感じの日本語翻訳になってるな。結構プツプツ途切れますね、配信。ああ、今日あれか。状態が悪い感じかな、多分。ミルダムの方の配信をしているサイトですね。たまーにあるんですよね。前もあったんですけど。死に向かった者は唯一、誰一人も戻ってきませんでした。あれかな、やはりミルダムかな。前にもあったんですよね。キラー、我が子行け。君は我が一族の最強者であり、最強者ってなんだが、我が最後の光。これが主人公か。ご分をお祈りします。キラって言うんだ。あれかな、デスノートかける感じ。おっと、ごめん、いらっしゃい、ゆっくりしてってください。なんか配信がまたプツプツ途切れ途切れになってるらしいですよ。私たちを救ってたまえこれ英語に戻した方がいいかもわからんね。よし、敵対的環境検出した。ただいま驚異的対策を起動中、慎重に進みましょう。敵いるから気をつけてね、かな。操作をした感じ、2段ジャンプがある。2段ジャンプがある。この前ね、ちょっとテストでそこら辺は見たんだけど。これ、ローグバニアというローグライクアクションっぽかったけど、いかがです?と、こちら特に何もクローム。お、了解。あ、情報サンキュー。あれか?アプリからだとダメとか経過?まあまあ。ですね、私、まだ、本当、序盤の調整のためにプレイしただけなので、何とも言えないのですが、見た感じは、本当、ローグバニアというローグライクアクションっぽかった。解除できるものがあるし、移動とかがそれっぽいから、そういう風に入れたのかな。そういえば、これマップになってるのかな。今思ったけど、この左上の。死んでる人いるけど。さて、行ってみましょう。さて、ではやってみましょう。二段ジャンプができる。ここら辺、実はね、右にちょっと説明出てたけど。ドット絵はいい感じですな。壁登れるんだ、主人公。今気づいたけど。そうだ、右に出てるもん、説明ね。ここね、壁ジャンプで登っちゃってたんだよ、俺。通路が封鎖された。未知の脅威を検出した。暴力手段で封鎖を解除しましょう。うん、あれな感じの日本語になってるね。
素晴らしい。昨日なかったんだよ、確か。俺見たら。これだね。ツボさんのコーヒー。あ、敵が攻撃によってノックバックしたり跳ねて遠くに行っても自動で主人公を追いかけてくれるみたい。いいね、いいね。操作する感じはすごくいい。あれだね、RB で敵に向かってダッシュ、射程外にダッシュ行為を使って脅威との距離を縮めましょう。これなんだけど、これ連続でできるんだよね。当てると、もう一回できる。こんな感じ？あ、ごめん、嘘ついた。当てなくてももう一回できるわ。ただ、ちょっと、テンポがあるだけ。そうね、ちょっと時間かかる。ダッシュ攻撃当てた後、また攻撃とかはできる。うん。出口から離れているため、二段ジャンプとダッシュ攻撃のコンボを使いましょう。こうでこうだ。まあ、チュートリアルだよね。敵のタイミングで打撃を与えると、抜群の効果を収める。Why？ カウンターじゃなくて。このタイミングで攻撃しろってこと？あー、びっくりマークが出てるときにこの強攻撃をやると敵が弱るってことか。あ、これすごい。ダッシュとかと一緒にやるとすごく爽快に攻撃ができる。なるほど。ローグバネアというかメトロイドオマージュか。1マップ内の視認エリアが小さい。あー、そうですね。視認エリア小さいですね。そういう意味でメトロイドバニアって言ってたのかな。ただ、メトロイドの定義的には、メトロイドバニアの定義としては違うような気はするけどね。遠距離武器起動中、爆風がエネルギーを得ないわけ。あー、遠距離攻撃があるんだ。了解。近接攻撃で、チャージね。そういうことね。武器の装填が完了した。ただいま遠距離攻撃使用可能。爆風で素早く敵を排除する。OK。あ、お前が撃つんだ。あ、やべえ、近づかない方がいいね、これ。なるほど。なんかドロップしたぞ。ケバブ。HP1 回復。おー、ケバブ。ケバブ美味しいよね。あれ、形絶対ケバブじゃなかったけど。ケバブってもともと焼肉的な意味だったっけかな。死を乗り越える者は、地の祝福を受けるとともに、地の刻印を背負うことな地、すなわち力。何時力を追求せよ。下なんか出たね。あれを使用するとなんか強化ができるとかかな、おそらくだけど。進んでみようかな。思いっきり外したね。あ、これダッシュがすごい気持ちいい。こう途切れずに敵の元までいける。すごく気持ちがいい。あ、ケバブだ。粒子歪脚を検出した。分析中。転送先不明のポータルを発見した。出口である可能性も考えられる。ただいまマップセンサーを起動中。マップがやっと出たね。少なくても操作した感じはいい。道ロケーションに向けて前進中。高度な脅威を検出した。できる限り慎重に進もう。 OK。 そうだね、メトロイドっぽいね、このエリアとかを見ると。ただ敵を倒さないと先へ進めない点とかは、なんだろう、ベルトスクロールっぽい、ある意味。ファーストブラッド、実績を解除した。そうだね、ブラッド手に入れたね。ブラッド、ブラッド。このエリアにもマークがあったけど、あ、中ボスってことか。なるほど。あ、そうだね、びっくりマークが出てるときに攻撃しないとダメ。ぽえーっとっとっと。じゃないと、あちらも攻撃してくる。これ、強攻撃。倒した。うん、爽快爽快。お、あれが地震が検知された。この脅威に対する排除行為が出口を1箇所解放させたと考えられる。お、銃弾上限プラス 10%、 HP 上限プラス1。強化だよね、普通にね。ああ、ほんとだ、永続的に上がったね。上 OKOK。 上下エリアにも移動できるプラットフォーマー、コードアクションを入手で探索範囲、この2つを満たしていたらメトロイドバニアかなと思っている。それなんだよね、コードアクションが上がれば。おっと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 、こんな感じかな。あれ、下これトラップ、ダメージ入る？違うな。ここには何もない。とりあえず何もないエリアに行けば、何もないエリアでもとりあえずはお金がもらえる。ブラッドの使用の仕方がまだわからないけど、現在は。これね、先がどうなってるか分かんないけど、もうちょっと敵いてもいいかも。戦うの楽しい。戦うのかなり楽しい。ここ最近プレイしたタイプの
あ、これがボス部屋か。右上のマップでそれっぽい感じあるね。あ、ちゃんと見れる。あー、どのぐらい上がってるのか見れるのか。マイナスがあるな。あのマイナスはなんだ？上がるまでか。あのゲージっぽいんだけど、上から多分攻撃力一つわかんない、またわかんない、 10% が弾薬の最大値、その下が多分弾薬の上昇までにかかる時間かな。他がちょいとわかんねえな。まあいいだろう。おっと、こんな感じか。 OK で、下かな。そのせいで敵を全滅させ次に行けない。なるほど、そのせいローグバニーというローグライクアクションだと思ったのだと分かった。ペースの速いローグライトを通してメトロイドバニーを生で感じる。なので一応嘘はついてないですな。まあそうですね。おっとと、あとは、行動範囲が広がるもの、探索系がないと私はあんまりメトロイドバニアっぽくないと思うんだけど、探索が広がるものはあるのかな。ほら、例えば、ローグバニアでいうところの、まあ、ローグバニアの元にもなったね、デッドセルズがそうなんで、あれ、一応探索範囲広がる能力あるじゃない。あんまり使わないだけで、一応あるから、ここで能力がどういうものかによるよね。ルームをクリアする際のアイテムドロップ率アップさせる。これ取った方がいいだろう。ルームをクリアするとランダムに武器が 1件ドロップする。毎回武器を捨てろ。あ、これ武器を捨てろじゃないわ。あれ多分ウェポンドロップ直訳だ。周囲に敵がいると爆風点32が自動的に低速チャージを実行する。この爆風点32っていうのが銃の名前だと思う。多分エクスプロージョン132だと思うんだよ、名前が。だからエクスプロージョンが爆風になってる。ドロップ率アップかな。ルームクリアする際のアイテムドロップ率アップさせる。これがいいな。現状だとただのローグライクアクションさ。そう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 、そんな感じがした。あ、とりあえずこれを取ろう。やっぱ一つだけだよね。これ別にでも何も消費しないんだ。取っても消費されていないね。お金も、お金というかブラッドもの割にボス部屋はもう解除してあるんだけど、まあ偶然かもしれないね。ただ、本当にこう操作してて楽しいとは思った今のところ。爽快、かなりこう直感的に操作できるのが非常にいいですね。感覚的には最近プレイした全然タイプが違うんだけど、ハデスっていうゲームをプレイさせていただいたんだけど、見下ろし型視点のローグライクのアクション。お、やっぱりアイテムドロップアップいいね。で、まあその作品もペースが速い戦闘かつ、ここなんか割れそうなんだけど、ペースが速い戦闘かつ直感的に操作できる非常に面白いゲームでおすすめなんだけど、それと似たような感じ。ただこちらは当然横スクロール系のプラットフォーム系の操作だけれど、このダッシュが非常に、お、ソード、ソードの当てダメージが 5% アップする。あれ何、アイテムドロップ神じゃん。アイテムドロップ神じゃん。見た感じでモノリスに近いかなと思った。さっきのマーティファクトで、そう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 。でドロップが強いっていうのもやっぱそうだよね。ドロップは強いのはでもあれか、ローグライク系はどれもそうだけどね。あ、おお、こいつなんだ。あ、やっぱ強攻撃やらないと危ねえわ。あ、やばい、当たっちゃった。よろしくねえな。下爆弾みたいなマークなんだけど、何これ。へい、こんにちは。へい、ブラザー。おっと、また一人追い詰められた背負いし者がいらっしゃいましたね。最後の地へようこそ。私が何しにここに、さまよう魂よ。私の目的は君と同じく答えを見つけるために、まあ答えなんて存在すると思っていませんけど。 OK、 分かった。旅商人、 OK、 OK、 タケー、名はグリードと申します。至近距離の殺傷力を極めて高い。あ、銃か。気持ち悪い、今すぐ処分して。キュウリ、あー、これ欲しい。 HP 上限、これを試しに買ってみるか。本当は多分これをフォースパック、これを買った方がいいとは思うんだけど、物は試しだし、やってみようか。これ使ってみよう。ちょっと試したいことが、あ、切れても別に変わらないんだ。モノリスタイプかと思った。フォーチュン、わかる
おっと。オッケー。あ、超気持ちいい戦うの。あ、やっぱ下の罠なんだ。敵を全滅させると罠が発動しないっぽいけど。ケバブ。あとはモノリスよろしく。あのワープがあるとすごくいいんだけど、ワープはないのかな、さすがに。モノリスという最近プレイさせていただいた、やはりそちらもすごく面白いローグライクな元シューティングアクションゲームなんだけど、おーっと、そちらがあのマップから移動することができるので、今作はできないようですな、さすがに。モノリスも今作も一応移動がすごく早いから、必要ないといえば必要ないんだけど、あるに越したことはない。ストレスフリーになるから。いて、あ、結構無敵時間は少なめか。そうだもん、そうだよな。でもこのぐらい素早く移動できるゲームだもんな。気になったのが、あのブラッドの他にもう一つアイテムが手に入っているんですけど、右下に。あれは多分永続アンロック系のもののために使うかな、そういうことかな。おっと、痛い。気抜いてやってるとすぐ減っちゃうね、 HP。 点滅だ。ちなみにこの背後が点滅するやつは先ほどオプションで確認しましていましたが、あのオフにすることもできるようですね。こっちか。ほやっと。ナックリアスローンに影響を受けてるとも書いてあったから、モノリスやってそうだったんだけどな。それだね、あると俺は良かったかな。ワープは一応なくても早いから大丈夫には大丈夫なんだけど。あ、だよねだよね。ちょっと待って、ちょっと弾幕入ってる。だよねだよね。ここはちょっと無理にやって、で死んだらどうなるかが見たい。ここまで来たらね。こんにちは。素晴らしい。ガロ。死の祭壇。あ、やっぱスキルツリーだ。2位の訪れたことならルームにファーストトラベルできる。おっと、おっと、マキセさん、ありましたよ、ありましたよ、マキセさん、ありましたよ、高速トラベル。おっと、さて取るか。コンボメーターが起動し、攻撃スピードのスキルに基づきコンボ数カウント。コンボ数が高いほどドロップがより豪華に。敵の攻撃に命中するとコンボ数が半減する。永続的に HP1 アップ。ごめん、このゲームとりあえず私の感覚的にはとりあえず良作なのは間違いないと思う。ここまでやって面白いと思った。あとあのボスね、死んだけどぶっちゃけ楽しかった。あの避けるの面白そうだった。どのぐらいバリエーションがあるのかだよな、あとは。よし、いい感じ。はい、まあ、もう。ところで、こいつは何円なんだい？貯金を下ろしてこないと。それな。それな。気になった。これ面白い。これ面白い。ちなみに、今作ね、一応、木をいただいてるんだけど、それでひいきしてるとかじゃなくて、操作してて普通に楽しい。本当に本当に。あとは日本語の最適化だけど、ベータ版で今日日本語が追加されたっぽかったので、昨日プレイ前に配信用にねチェックをしていた時になかったから、多分まだまだ調整中なのかなとは思います。おっと、よっしゃ。あ、これいいわ。発売前にプレイしといてよかった。紹介してね、あとでキュレーターとかにも動画あげたい。これおすすめ。今のところ本当に面白い。もうちょっと進めますけど、いつも通りね、ベータ版なので、今回単発でやらせていただきますが、また正式リリース後にね、またやろうかなと思う程度に面白い、本当に。今作とか、モノリスとか、ハデスとかもそうだけど、アクション面白いと、やっぱ触ってて面白いとすごくいいよね。これ今適当に本当操作してるんだけど、なんかそれでも爽快。あんまり考えずにも操作できる。
ただ先ほどの初回のプレートの時に気づかれてると思うけど、見てる人はね、適当に過ぎるとプレーがやっぱりこういう雑魚的な攻撃にちまちまと当たってしまうので、避けるのもやっぱり考えながら操作するといいかなと。ただ本当にこのダッシュが気持ちいいからついつい深追いしてしまう。おっとっと、ジャパニーズをなんとかしてもらえば満点、間違いない。だって PV のうちで面白そうだった。そう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 。あとはどんな感じなのかっていうのはちょっと気になってたんだけど、メトロイドバニア要素何かなって思ったけど、うん、メトロイドバニアっていうかローグライクアクションだと思ってくれれば爽快な、そちらの方が俺はピンとくるかな。だから多分メトロイドバニアって言われて想像するのとはちょっとやっぱり違う。ハート上限あれハートのマークがちょっと違ったな。おっと、今のところ本当非常に面白い。あとはやっぱりね、ボスの調整とかがどうなってるかもやっぱりアクションゲームだと気になりますが、ほらボス難しいじゃなくてバランス悪いってたまにアクションゲームでやっぱりあるから、ただ今やってる感じそんなことはないかな。あとぶっちゃけこの雑魚敵とかもでもそうなんだけど、モノリスやってそうってコメント来てたけど、モノリスやってると思う、この作者さん。だって弾幕だよ、敵の攻撃今少ないだけだよ。見た、ボスの攻撃あれは弾幕でしょ。あと俺ね全然撃ってないんだけど、これ攻撃するのが爽快で撃った方がいい。この銃、このゲーム結構強い。近接で貯めてから撃つっていうのがもうデフォルトなんだと思う。あとアイテム結構落ちるね。上 HP 上限 33% アップ。これモノリスと同じタイプのアーティファクトだよね。ストアの受け HP 上限するごとにストアの商品 5% 引きになる。あー、 OK、 分かった。ストアの持続効果、ボスの場合 15% ダメージプラス 10% これだ。 HP の最大値も上げたいけど、スタンの効果アップいいな。これいいね。HP 3回復。あー、キュウリなんだろう、なんかの条件になってる。いや今貯めてこうかね。おっとっと、これは中毒性高いやつだ。おっと、そういえばあのボス弾幕してたってことは回避方法があるってことです。ですね、あれやった感じだとボスが慎重にやるんだったらね、さっき見た感じだとボスが撃ってきたら下の方にいてボスと同じ位置を移動すると当たらないみたい。下の方に撃ちまくってたから中央と手があったじゃないですか、あのボス手の左側と右側、もしくは中央手と手の間だよね、だと当たらない。あとは多分真上にいられればもちろん当たらないけどちょっと危険かな。あとは攻撃するタイミングなんだけど、敵の上にびっくりマークが出た時にこの強攻撃を当てると敵がスタンするので、そのタイミングを見計らって攻撃をした方がいい。さっき俺ずっと敵に追いかぶさって攻撃しまくってたじゃない、あれは良くないですね、当然だけど。モノリスも5ボスからが本番なのでまだ本気ではないっすよ。操作自体が気持ちいいのはいいですね、ほんとほんと。操作が気持ちいいとやっぱりこう中毒性が高くなる。もうちょっとやってみようとか、あとはこう今日ちょっとだけあれやってみようってなるんですよ。ちなみにそれちょっとだけやってみようって思って寝不足になったのがね、20XX っていうゲームなんだけど、ロックマン系のやつね。あれはやっぱり楽しい。あれは私がああいう操作性好きっていうのがでかいんだけど、面白くてね、すげえマイナーなメトロイドバニア系ローグライクアクションがあって、ノモトネームドアファイトっていう作品なんだけど、その作品私ね一度だけプレイして配信で、その一度の配信でクリアできてしまって非常に簡単なんですよ。ただ面白い、あの内容でもっとバリエーション、ボスとかのバリエーションを増やしてくれたらよかったかなって思った。今アップデートでいろいろ追加されたらしいけど、ロボットネームドアファイト非常にいい作品です。あれは本当にメトロイドバニア、メトロイドバニアっていうかメトロイドにローグライクアクションを入れた感じ。野本ネームドアファイト、そうそう、
あ、ロボットネームド、あ、ファイト。ちょっと待って。一回ちょっとすいませんね、皆さん。失礼。これだ。A robot named Fight。 戻る。ではこちらへ。ただ、基本プレイヤーの方が強い。確か協力プレイもできたような。ファーストトラベルどうやってやるんだ。あ、こうか、こうだ。ちょっとね、これコントローラーだとやりにくい。っていうのも、あのセレクトボタンを押すんだけど、セレクトボタンを離すとマップが消えちゃうのね。セレクトボタンを押しっぱなしの状態で方向キーで操作しないといけない。変な持ち方になるコントローラーが。ただ問題ないんだけど、これね、逆に多分考えられて作られてるのかも。要はセレクトボタンをマップを確認のために押した時に間違えて移動してしまわないようにかもしれない。思い出した、覚えてないけど、これローグライクだったのか。そう、ローグライクなんですよ。お、同じバルダーブレイカー、名前こういうことかな、避け方。ああ、当たっちゃったけど、よし、はい、おっと、やべ、間に合った。おっ、おっと、攻撃が強化された。おほほ、パク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 、あれどうやって受けんの。おほ、よし、5リッター、最後5リッター。おほ、お、BGM もいい感じ。ちょっと待てよ、マウスが変なところに。では戻ろう。なんだこれ、なんだおめえ、なんだおめえ、ああ、あ、弾がスローリー当たっちゃう、逆に当たっちゃう。あ、これ弾消せるんだ、強攻撃。ちょっと待って、あとちょっとテストしよう、してみよう。死んでもいいから、ちょっとテストだ。やばい、だよね、ですよね、ですよね、ですよね。あー、次ちょっとテストしてみよう。よし、強化だ。斬撃の着地時に衝撃波を発生させる。打撃で敵の弾丸を打ち返し、敵に命中する莫大なダメージを増やす。あ、これないとダメじゃん。これ取らなきゃダメでしょう。致命反撃。キャラが倒されて金なる木に戻る場合、処理するブラッドが結晶化して裁判者の血を作成する。ブラッド1000で裁判者の血を1作成。裁判者の血って右下のやつだよね。オッケーオッケー、分かった。若干ね、意味不明な感じあるけど。上が強力なんだろう。これ取っとくか、横見たいから。永続的に永久的に HP に上限2回に上昇、レジリエント。 OK、 アンロックできるもの自体は少ないんだね。打ち消すのあるんだ、弾幕。俺の出番か。絶対それ、絶対それ、あれあるってことはそういうことだと思う。通常攻撃でも打ち消せるっていうことでいいの。さっき打ち消してた気がするんだけど、跳ね返せるようになるってことだよね。跳ね返せるって書いてあったもんね。OK。敵による2回攻撃の間の無敵時間を、状態を延長する。な、無敵時間延長ってことだよね、普通に攻撃された後。地面に接触する敵を1体撃破することに、キラのソード攻撃 10%、ウォールランは使用可能。あー、着地するまでね。周辺敵がいる等が自動的に転速チャージ。あ、これ、無敵？無敵が一番いいかな？多分無敵になる時間が上昇だよっていうことだと思う。思う。ちょっと撃ってこい。ちょっと撃ってこい、お前ら。お前ら撃てるだろ。あ、ダメだ。これじゃないな。あ、これだ。強攻撃だ。オッケー、オッケー、強攻撃、強攻撃。消すのだったのが、打ち返すになっている。オッケー、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 オッケー。わかった。ちょっと無駄に攻撃もらってしまったのが痛いけど。よし、
ボス戦やれってことでしょう。あの攻撃打ち返せるの弾じゃないんだけど、弾の形状によるかな。なんか打ち返せない攻撃ありそうじゃない。あともう一ついいと思ったのは、こういう足場あるじゃない、素通りできるダッシュで。こういういわゆる下ボタンを押しながらジャンプボタンを押すと素通りするやつ、これをダッシュで素通りさせてるのすごくいいと思う。無駄にこうテンポが悪くならない、ハマったりとかして。さっきも言ったけど、直感的に操作できるのって非常に重要。あの操作が難しいゲームって慣れてから直感的に操作できるのはいいんだけど、その操作性自体が悪いと元も子もないから。例えば全くタイプ違うんだけど、ダークソウルってゆったりじゃない、攻撃速度とか操作性もこちらに比べると難しいし、でもあれは慣れるとちゃんと考えて操作できるんですよ。で、悪い見本ってそんなに私プレイしたことないんだけど、何やってるかよくわかんねえってなるゲームがよろしくない。早いとかじゃなくて操作が しにくい。おっと、取ってしまおう。回復したいな。モノリスはダウンロードコンテンツ導入で灰色の弾ショットで打ち消せるようになったから、それかな。あー、なるほどなるほど、そういうのをやっぱ見てるんだ。いいよね、こういう。俺いいことだと思うんだけど、普段から言ってるけど、パクリじゃないんだよ。好きなゲームやってそれのいいところを取るっていうの非常に重要。何がいいのかを見るのは重要。やばい、間に合うか。お前そこしか出ないのかい。よし、ケバブしけてやがった。 HP の最大値アップでいいじゃん。オッケー。これ多分剣の射程アップとかあると思う、最終的に。ありそう、攻撃範囲もっと広くなりそう。あ、これちょっとねコツが必要だけど、この強攻撃あるじゃない、強攻撃やると敵吹っ飛ぶから1箇所に集めることができる。他の敵がいるところに体力高めの敵を吹っ飛ばす、こんな感じで同じようなところでコンボを決められるようになってるね、やろうと思えば。ただこの地面に張り付いてる系はそもそもできないみたいだけど。おっと、なんだこれ、装填スピードアップ。 OKOK、okay, okay.筋切りだよね、ほぼモンスターからしたら。OK。 ちなみに操作は Xbox One のコントローラーを使用していますが、特に違和感はない。キーボードでもやっている感じは慣れれば大丈夫だと思う。そんなキーボードだとやりにくい系ではないと思う。OK。 こんな感じ？当たる範囲をでも計算に入れないとダメかな。あ、ダメだ、間に合わない。攻撃ワンテンポ遅いからあの攻撃が出るのね。そこを気をつけないとダメかな。おっと、ついうっかり。機関銃、高速で自動連射が可能だが照準がブレやすい。 OK、 一応2回復する。まあこれで試してみようぜ。ボス戦近いしな。うん、ちょっと待って、コントロールの持ち方変えて。ここ、よっしゃ。おっしゃ、ここだ。ギョー、また同じボスかな。一面のボスは前と同じだ。下がちょっとハードモードになってるんだけど。あ、やばい、間に合わないですよね。テストだ。あ、いける。
ここからが真の、なんだっけ、スコージブリンガーだ、スコージブリンガー。名前忘れんなよ。あ、間違えた。あのせい、やばい、あー間に合わなかった。そんな、あっと調子に乗るとひどい目に遭うなこれ。あほっと、ほほー、楽しい楽しい、かなり楽しいあれ、うまく決まると気持ちいい。聞いてるか配信サイトさんよさっきのやつね、さっきのやつね、いいとこ取りするのねやべえ、楽しい、あの跳ね返すやつ取ってからさらに面白くなったすげえ楽しい。おっとっとっと、今のところステージの形も結構バリエーションがある、あくまでこのゲームの、コンセプトに合っている感じ。ほら四角くてちっちゃいけどそこそこ形が違う、こういうトラップあったり、この今作のコンセプトにマッチしていると思う。やべ、こういうことかな。あ、やべ、クラゲ結構苦手。ほらダッシュがあるじゃんこのゲーム、なのでダッシュと相性が悪い、そういうのを考えて作られてるのも分かるんだけど、気をつけないとね。クラゲは、クラゲやべえ。おっとクラゲのでかいの来た。おっと回避できなかった。うん、あ、やっぱりやれちゃった。映像管理のスキル次があるのは許さない、埋めるまで飽きられない。そう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 、それ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 、中毒性高いよね。化粧はキャラだぜな、どうしよう。あのね、アンロックしたいところあるんだけど他のが見たいんだよね正直。ここら辺をある程度アンロックすると上が見れるのかな。これ今いらないじゃん、線もたまらないからブラッドがじゃあここ永続 HP アップ、より高威力の爆風リボールは試練に挑むことが可能。ダーティーハリー症候群。ああ、最初から威力が高いってこと？多分。コンボメーターが起動し、攻撃スピードのスキルに応じてコンボ数を買うと、コンボ数が高いドロップがより豪華に敵の攻撃に命中されると、コンボ数が半減する。これ取っとこう。敵を倒すとコンボ数プラス2。延命コンボ。致命コンボだ。ごめん。延命コンボじゃない。延命してどうするんだ。ちょっとコンボとかも見るためにもう1回だけいきます。これやってると終わらないタイプなので、もうちょっとしたら。もうちょっとしたら今回は終了したいかと思います。あ、出た。あ、もともとなきゃいけない機能が今アンロックされた感じあるね。あ、さっきこういう当たったんだ。 1% から上がらない。あー、そっか、ちょっとずつ上がってはいたのか、メーターみたいなものが。商品で言う自動的にテスクチャージ、スタンド持続効果 50%、 ボスの場合 25%。 これいいんだよな。 HP 上限 33%、 これだ。スタン効果アップがでかい。オッケー。そっか、コンボのあれが2倍ってのがあるもんね。そりゃそうだ、だから上がりにくいんだ。あれでなんか技術点入らないカウンター入ったら技術点入らない。やってる方はすげえ気持ちいいんだけど。ほとんど通常のジャンプをしない。やることといやー、やることといやー、このダッシュ攻撃。やべえ、このゲーム超ツボなゲームだ。あんまりやってると他のゲームプレイしなくなるやつだこれ。えーい、ほほ
まあね、ただ悪い癖がちょっと出てて、さっきも言ったけどダッシュするのが気持ちいいから、あの第2面とかあるじゃない、あそこをもっと慎重に行けばいいんだけど、ついついダッシュしちゃう、楽しいから。あれダーティハリー症候群ワンロックしてないんだっけ、別の方のやつワンロックしたんだよね。そういえばプレイヤーの当たり判定は見た目そのままです、見た目そのままですね、見た目そのまま。そういえばあれがなかった、あのヒットボックスを見せる系のやつがあるんだけど、こういうタイプのゲーム大体ね、ビデオフルピュアセクシャルピクセルパーフェクトホールドで表示、あ変えられるんだ、一回押して切り替え、あー至れり尽くせり、アクセホールドで自動スラッシュ、あこういうことか、うん、ゲームスピード遅くできるんだ、ちょっと試してみようか。あこれ最悪、これでクリアできる、すごいこの機能何これいい、あの新鮮、それでも当たった、面白い、何これ面白い、これやべえよ、こんな機能があるってことは最終ボス画面中に弾幕が出るとかそういう系じゃん、絶対絶対そういうやつだよ、いや待ったみたいな感じで大量にダダ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 ってくるやつだよ、間違いないって。あこれはオフにしとこう、画面点滅ね、一回押しで切り替え、これか、おおすごくいい、やっぱりじゃあそうなんだ、押しっぱなしで表示になってたのは間違えて操作をしないためか、これなら弾幕が苦手なブラザーにもおすすめだ、そう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 、ほんとほんとほんと、こいつはいい。あとは例えばちょっと今回ボスに行ったらやってみよう、あの敵のパターンを覚えるのにも使える、ちょっとねあの弾幕やってる時とかに欲しい機能といえば欲しい機能、ほらなんか練習のためにやってて、こいつの弾幕どうやったらうまく避けられるかなって時あるじゃない、そういう時に使える、本当にこれはいい。であんまりゲームスピードそう変えたくないのであれば、例えば 90% ぐらいにするとかでも多分差があるんじゃないかな、試しに 80% ぐらいにしてみよう、そんなに差は感じられないけど一応ゆっくりになってるこの 80% が普通のゲームのスピードに見えない、わかる、滑らかだよね、 80% になってるんだよね、これホールドでスラッシュはこれか、あそうだボタン押しっぱなしでスラッシュだ、連打しなくていい、あこれただ俺どちらにしろ連打しちゃうから癖で、自分で調整するの好きだから、これはオフにしておこう、非常にダッシュ中無敵が来たら止まりませんね、そう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 、ほんとね、あるかな、ありそうだよね、私弾幕ゲーム苦手なの助かりますね、いいですね、あれマキセさん結構得意な方だと思うんだけどこれ非常にいいと思う、これ個人的にはすごく本当にいい、すごいいい機能、これもどこかのゲームからオマージュしてるのかな、モノリスはなかった、そこまであったんだったらちょっと気づかなかったけど、非常にいい機能、ぜひ他のゲームにもあのオプションとして俺は欲しい、いわゆる本当にあの選択肢があるっていうのは非常にいいんですよ、あって損はない、あこれ欲しいから今取っとこう、あー変えないか、ここだ、これ 80% になってるんだけど今ね、多分遅くしすぎるとちょっと操作が押してからディレイがあるから、発動するまでそれがちょっと操作しにくくなる可能性はある、強いて言えば、ただそこも本当は本当に選択肢だからプレイヤーの、今80になってますね、これ80がちょうどいいぐらい、実は 100% で今見るとすごく早い、80が私の感覚だと通常のゲーム通常のゲームの弾幕、わかる、弾がかなり遅いんですよ、あの先ほどまでと比べるとこれ80なんだぜ、遅くなってるのが本当気づくのはドアが開く時とかタイミングかな、ちなみに今作動画今日中っていうか、まあ日付変わっちゃうんだけど今日中にアップして、できればキュレーターの方に載せさせていただくのでぜひ友達とかに紹介してみてください、私のプレイはともかくトレーラー見せてください面白いんで
これは面白い。ステマかと思われるかもしれないけど、とにかくプレイしてて面白い。ちょっと試しに、ここはボスを 50% にして試してみようか。50% ぐらい。で、ちょっと慎重なプレイでやってみる。やってみようか。そうだね。反応が非常にしやすい。おっと、わかるかな。すごく回避とかがしやすい。これはやばいやつだ。で、この弾くのも当然やりやすい。おお、全然違うね。おっと、そういえば攻撃した時に衝撃波が確かに出てるな、下の方に。すっかり忘れてたもん。こっちだ。パーフェクト。ああ、パーフェクトだからかな、忍者道っていう、いうものを入手しましたね。素晴らしい、素晴らしい、非常に素晴らしい、素晴らしい。あ、 80% ぐらいでお願いします。とりあえず100に戻すけど、100にすると違和感が半端じゃねえ。早くて。ちょっと見てみるか。ゲームスピードを遅くするのは初めて見た。強いて言えばハード限界で処理落ちするのぐらいかな。ああ、だね。10% プレイして、撮影して3倍速以上まで編集で上げてクリアできるのは小学生までプレイができる。そう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 。見ろよ。こいつスペックの低い PC でプレイしてやがる。そう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 。そんな感じ、そんな感じ。さてと、ではまた金のなる木にちょっと一旦戻ろう。選択で戻れるのいいな。これどれやると上が見れるんだろう。これが見たいんだけど。敵を倒すとコンボ数2倍。これ早めに取るとさらに攻略が簡単になるんじゃないかな。これオフにできる機能があるとさらに良かった。もしかしたらできるようになるかもしれないけど。出てやがる。いけないよね、当然ね。ああ、力出るんだ。これでもオフにできる機能は追加されそうな感じあるな。ここワンロック。上のスキルツリーで何があるのかがちょっと見たいので、出ないんだ。時間の経過とともに自動的にチャージされ、さらに敵による発射体も全部破壊できる。フューリー。発射体も全部破壊できる。あ、これ、ボムだ。ボムだ、多分。多分ボムだ。時間経過とともに自動的にチャージされ、さらに敵による発射体も全部破壊できる。要は、敵の攻撃を全部無効化できるだから、多分そうだ。ちょっとこれ、こっち取るか。上はアンロックされねえな。コンボの猶予時間が周辺敵がいない場合では45%ゆっくりになり、ああ、手がね、ストア及び最大に侵入する際に完全に停止する。おお、コンボが持続が上がる。これは取っといた方がいいですね。コンボ数が多いほどドロップが豪華になるっていうのがあるので、これを取っておくと他がね、やりやすくなる。これ、こちらが効果見れないからまだ何とも言えないのだけど、これね、これね、今回ここら辺でプレイ終了するから何とも言えないけど、ちょっと予想でいい？右下のブラッドって、あの、結晶か。これ、すごくあるのわかる？これだ、裁判者の地下の、これ、桁がめちゃくちゃあるのわかるかな？これ多分なんだけど、この最後の3つって、いっぱい消費できる？無限に消費できる何かの可能性がある。鍵かかっての選択するアンロックの項目出てない？あー、そっか。わかった。進行したステージごとにアンロックかな。あー、そういえばそうだ。ここが1段階目。で、ここが2ステージ目。ここが3ステージ目っていうことだよね。あ、そうかも。4、5、6。多分6がボス、ラスボス倒したらアンロックかな。あー、その可能性高い。高い高い。サンキューサンキューサンキュー。多分それだ。いいですね。これ、今のところ結構、これないときついなっていうものが多いね。うん。これがいいですね。あと、私が本当にクリア目指すのであれば、せめてボス戦の時だけでも 50% にして初回クリアを目指すとかやりそうだな。
これどうしようかな。正式リリースが7日だから、今日はさすがにプレイをやめようと思うんだけど、今ね頭をちょっとよぎったんだよ。つまり上はエンドレスモードとかじゃない？そう、そういうのとかがあるんじゃないかな。何かある可能性がある。これは正式リリースというか、あの7日にリリースなんだけど、もしかしたら週末にプレイするときにでも今作またプレイしてクリアまでやろうかな。ズルして例えばボス戦を 50% にしてやれば無理にクリアはできるんですよ。あの皆さんが参考にできるように、あ、ぶっちゃけ私プレイしたいだけっていうのもあるんだけど、のために週そプレイするのもいいかもしれない。とりあえず今回はここら辺で終了しようと思うけど、当然購入だ。これはいい感じ。あ、もしね、あのマキセさん購入したらぜひ情報を。そしたら逆にあの私、マキセさんいつも動画とかも出してるから、そちらのリツイートしてしまえばこと足りるし、そしたらね、あれ俺別の日にプレイでもいいんだけど。あ、ちなみに今回とりあえずベータ版をプレイさせていただいてるのだけど、7日に発売がおそらくアーリーアクセス版ということなので、まだいろいろと追加や調整は入る可能性が高いです。一応半年ぐらいで正式になるらしい。あ、半年ぐらいか。情報ありがとうございます。なので2月7日に、2020年2月7日に一応発売なんだけど、購入検討される方は正式リリースまで待つっていうのも手の一つかな。何が追加されるかまだちょっとわからないけどね。それで最終のリリース版では世界の合計数なんと6個に上がります。その他プレイ済みのプレイヤー様に新エンディングおよびシークレットエンディングもご用意しました。神すぎる。ほほほ。あ、つまり現状では6つはないのか。あ、ということは合ってると思う。1,2,3,4,5,6,7 で、最初からこの2つは6で、これが 2番目のツリーみたいなもんだから、3,4,5,6 多分そうだと思う。じゃ全部はまだアンロックできない可能性があるのか。素晴らしい。これはぜひね、またじゃあせめてこの現在行けるところまでのエンディングぐらいまではまたプレイしたいですね。いや非常にいいゲームです。なんかこんなこと言ってるとステマっぽく見えるかもしれないけど、非常に本当に良かった、楽しかった。ぜひ皆さん、横スクロールアクションでローグライクに抵抗がないのであればぜひプレイしてみてください。ちなみにローグライクって言っても、中で入手した強化アイテムがなくなるだけで永続アップグレードがあるから、ローグライクって感じがしない。正直ベータだからまだ未実装だと思うですね。とりあえず行けるところまでって感じでしょうか。あとはそうですな、ボスの気になったところを言うと、例えば最初のボスはあのボスに限定されてるみたい。そこもでもやっぱりベータだから、まだバージョンでいろいろと出るのかもしれない。ランダム性がないよね、ボスの。ステージ自体は結構ルームの形状はランダム性があった。同じようなのがところどころ最初のステージだと出てくるけど、面白いですね。ローグライクアクションとしては初心者に優しすぎて驚いた。そう、本当にそれですね。あと要望としては、あの私はそういうプレイしないんだけど、このアンロックしたことがあるものをオフにできる機能が欲しい。そういうのがやっぱり好きな人もいるから、今日は要は初期状態でクリアしたいっていうのもあるから、やっぱりできるといいかな。これ悪い点ではないんだけど、できるとやっぱり幅が広がるので非常にいいかなと私は思います。そこら辺があるとね、ぜひここら辺は要望とか出すと制作陣が取り入れてくれるかもしれない。ただこの制作陣結構いろいろ考えてる感じがあるから、プレイした感じ、あ、よく考えてるなっていう点がやっぱりいろいろあったので、今後追加される可能性もありますし。さて、ではいつものレビュー、大体言っちゃった気がするけど、単発時点で現在プレイした時点までのアーリーな感じなんだけど、あとはチート防止にゲームスピードを変えたら画面内表示が欲しいぐらいかな。あー、いいねいいねいいね、それはいいね。そうだよね、画面内にねオプションでタイムを表示っていうのがあるのも良かった。そういえば関係ないんだけどね、今のと。どこだったかな、これか、ゲーム内タイマー、これオンにする。どこだ、ああさすがにここではないか。ちょっとここに行ってみよう。これタイムアタックとか用だよね、上に出てる。すごくいいと思う。あ、なんか本当に考えてるなーって思う。好きなんだろうなーっていう感じがすごく出てる。あとは今作ベータ版を私いただいているので、もしかしたらアーリーアクセス版でキーが切れてしまって配信できない可能性があるんだけど、まあ可能であればまたぜひやりたいほど本当に素晴らしく現時点ではよくできたゲームに感じた。では改めてね、レビューの方ちょびっとですね、ああそうだ、情報今いただいたのその前に、発売時点で 14.99 ドル
のとのことです。$14.99。アーリーアクセス価格があった。 RTA に優しい。そうそうそう、タイムアタックにいいですよね。でもちょっとね、感想を。まず、ドット A とかは、見た感じ、気に入る方と気に入らない方、やっぱりいろいろあると思うけど、私、ドット A 好きだから、全然素晴らしいし、ストーリーは取ってつけたような感じがするし、あのストーリー、ぶっちゃけ重要なゲームじゃないよね。あとは、日本語がちょっと残念な感じ。ただ、なんとなく意味わかるよねっていうのがあるけど、日本語はもうちょっとね、最悪英語でプレイした方がいいかもしれない、あのアイテムの効果によっては。でアクション面だけど、やっぱり操作してて気持ちがいい。ですごく単純なんですよ、シンプル。この通常攻撃、これと強攻撃とダッシュ、あとは2段ジャンプとか壁張り付きとかもできるけど、いやーよくできてる。で今回私のプレイスタイル的にあんまりやらなかったんだけど、壁を駆け上がることができるんですよ。駆け上がってる時に攻撃もできるから、敵との位置とかを調整して弾を打ち返すのに使えるのがやっぱりいいかな。そういうこともできる。とにかく操作してていて、シンプルだけど操作していて気持ちがいい、爽快っていうのが大きい。ただそのゲームスピード自体が、先ほどねゲームスピードの調整をしないのであれば速いので、敵の弾に当たりやすいとかっていうのがあるので、さっきの私みたいにね、あのこう調子に乗ってやりすぎると敵に当たっちゃう、そこら辺のバランスもいいなって思いました。敵も今のところはあのプレイヤーのミスがなければ避けられる攻撃とかもちゃんとしてるし、バランスがいいようには感じました。むしろ優しいぐらいで、あのオプションは充実しているし、先ほど見てもらった通り、あのモノリスっていう作品にもあるようにファーストトラベルをする機能もある。マップを行ったことのあるところ、それがなかったとしてもマイナス点ってほどじゃないんだよ、もともと移動早いから。でもそこを補うためにファーストトラベルが出ている、素晴らしい。でスキルツリーによるアップグレードもあって中毒性も高い、いいね。これだけで素晴らしい。これだけでやる気が出てくる私は逆にただ現在、先ほども言った通りに、このスキルをアンロックするのが嫌だなって人は最初からやって、あのスキルをアンロックしないようにプレイしないといけないので、オフにする機能があるとよろしいかなあるといいかもしれない。あとはなんだろうな、で今のところはあのアイテムの種類が少ないっていう感じがしたけど、もしかしたら私が先の方のステージに進んでいないからドロップしていないっていうだけかもしれない。今のところ、出ているのがマップで、ここ確認できないんだけどね。攻撃力アップ、剣の攻撃力アップ、武器の攻撃力アップ、銃のね、弾の数を増やす、 HP の最大値増やすとかだけなんだけど、バリエーションがちょっと少ないよね。で、レリックっぽいものもランダム性 あるけど、どれも有用なものばかりでいい感じ。あれの説明文が日本語だとやっぱちょっと残念な感じになってる。そこぐらいかな。あとは本当に、なんだろう、もう気になった点とかはないんだよね、悪い点。悪い点が本当に少ない。あれ、人によっては、これは俺は全く気にならなかったし、このコンセプトのゲームだから違ったらまたおかしいんだけど、エリアがちっちゃいとかエリアがちょっと似ているっていうのもある。あれはこのゲームだったらこれでいいと思う。正直変に凝った作りっていうか、無駄に広いのは違うと思う。画面ぴったし見えるぐらいがちょうどいい。あのボス戦ぐらいの部屋、大きくてもでいいと俺は思う。あれ以上大きくても違う、あの無駄に広いみたいなのは。なんか特殊なステージでそういうのが1個2個あるとかはあるかもしれないけど、ボスだとね、それ以外は違うかな。そんな感じになっています。スコージブリンガー、2020年2月7日にアーリーアクセス開始なので、皆さんぜひチェックしてみてください。アーカイブの方の動画はあの日付をまたぐと思いますが、今日中に、日付またぐから今日じゃないけど、に公開させていただくので、ぜひね、このヘタレがプレイしてたから紹介し、かわいそうだから紹介してるっていう方はぜひ友達に勧めてください。ヘタレもプレイしてたけどトレーラー見た方がいいよって方はぜひトレーラーの方を紹介していただければ幸いです。エリアが小さいモノリスオマージュかな。構造が少ないのはまだベータですし、そうそうそう、だから俺もあんまり気にならないかな。構造少ないって言ってもちょうどいいぐらいだったし、でモノリスっていうのもあるし、なんか先ほど言ってたように一部のメトロイド系っていう感じのエリアっていうのもあったしね。
さてと、では改めてここら辺で終了したいかと思います。皆様いかがだったでしょうか。スコージブリンガーぜひチェックしてみてください。アーカイブで見てくれている方には動画下記の概要欄の方に今作のストアページを貼らせていただいているので、ぜひチェックしてみてくれ。私がライブ配信をしているページや私のツイッターのリンクなども貼っているので、かわいそうだからチェックしてやるかっていう人はぜひチェックしてライブにも遊びに来てね。ということで皆様また次回でお会いしましょう。次のゲームかもしれないけど、ね、今作また機会があったらプレイさせていただきたいかと思います。ご視聴ありがとうございました。あとね、今すぐまた別の配信をするので、ライブで見てくれている方はぜひぜひ、というか朝繰り朝繰り。ではでは、また次のゲームでお会いしましょう。ホビドアでした。お疲れ様です。